熊本港。うん、いいね。今度は海ですからね。そうですね。はい。初めてか。そうだね。いいね。満喫しとるね。しとるね。のどかですな。あいつですな。おはよう、おはよう運転。もう電車。かっこいい。うん。すげえよく見える。ね。言っちゃった、言っちゃった。日陰寒い、日陰寒いな。ちょっと良きところで寄っていいですか。はい、私上来たい。あ、うん、はい、はい。あ、道の駅がありますね。はい。いやおかしいな。おかしいな、寒いな。思ったより寒いな。天草56キロ運転ですよ。いいですね。いやー、いいね、いいね。山ねえ、おー、綺麗、いいね。いいじゃないですか。なんだろう。いいじゃないか。いいじゃないか。いいじゃないか、天草。なんだこれ、綺麗。わからんけどね。わー、綺麗、綺麗。綺麗だ。綺麗だね。してる。ちょっと止まってみる？ね、なんこれいいよ。いやいや、いいね。なんかね、地図上でなんか書いてあるんだよね。三角にし。あれだよね、歴史のなんかあれだよね。こっち、ここ行ってみる？どうする？ここ綺麗今。こいつは写真撮ろうか。ね。なんか海の色がさ、うん、グリーンがかってんね。よいしょ、危ねえ。いいよいいよ。綺麗、雲仙と。なんだろうあれ、不思議な山。国道57号。奥には阿蘇山が見えます。いやー、なんだろうこの山が綺麗、不思議な形。いいね。いいですなあ。だった。あれ通るよ。通る通る。うい。上がってきた。上がってきたぜ。ここかな、どこだろう。あ、これ。ここも撮りたいね。水面が光ってるぞ。ここか。あった。三角西湖。ほう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 。はい。素敵な場所だね。三隅西港かな。
そう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 。ねえ。ですね。で、みたいですね。ね。ああ、なんか見えるね。洋館があるね。感じますね。洋館見ていきます？大丈夫ですか？白鳥でいいですか？まあ、ここで終わりだもんね。うん。あ、こっちも綺麗やん。すげえ、なんだこれ。ウケる。面白いね。あ、ここもたこ焼きがある。なぜたこ焼きそんなにね、人気なのかな。なんだろう、なんだこれ、なんだろう、不思議だね。ね、海鮮丼、海鮮丼大盛りです。なんかチラシっぽい感じだね。そうだね。いや、ウニとかもあるし、すげえ重い。
海岸。あ、ちょっとガソリン入れていいですか。どういうシステムだろうこれ。これどういうシステムだろう。あ、こちらお願いします。あと1時間ですね。ここまで来ました。まだそこまだそこなんだ。なんかさ、この辺のさ、うん、山の中通ってる割にすぐ海出てきたなと思ったんだけど、うん、まだここで、ね、そうです。全然こっちまで行ってないです。とりあえず、ここ着いたらちょっと休みますか。ちょっと休憩しましょうかね。ね、うん、一息入れましょうかね。でも絶対砂鉄のあたりとかさ、うんうん、全部5時に閉まるよね。だね。確かに。あ、天草市ら辺でさ、うん、ちょっとコンビニとかでいいからさ、うん、カフェラテ飲みたい。わかります、すごくわかる。いや、俺もコンビニ寄りたいなって思ってた。本当、うん、いつでもいいよ。まあでもどうしよう、あったらじゃあ寄ろうか。うん、オッケー、よし。今日やる気ない、今日やる気ない。ありがとう、さようなら。笑ってる。あ、リクルランド。おお。サンタマリア館、あ、売ってんのか。僕が大好きなリプレじゃないですか。うん。うん。あれも余ったらね、あの島が、うん、でかいです。原則だね。確かに。そうだね。多分そう。綺麗だね。いやー素敵だね。あ、本当だ。
いね。うん。入江っていうのなんていうのこれ。入江っていうんですかね。なんですかね。どういう状態なんだろうこれ。でもなんかいいね、穏やかで。穏やか。水上コテージがあるよ。あ、コテージ乗り場。そこっすかね。集落。うん。ここから撮る？からの景色を